大分県の大分市内に食育研究所を立ち上げました、はい、研究員としては短大の学生さんたち、それと短大を卒業した卒業生でチームを組んでいろんな研究をしております。そして私の方の研究室の方は新しいことに挑戦しようということで、いろんな食材をテーマにですね、 YouTube それとかいろんなイベントをしております。そして、こちらの滝田調理師専門学校さんの方では、また新しい時代を切り開く調理師の育成ということですので、いろんな新しいことに挑戦できる調理師を作り上げたいと思いますので、いろんな試みを今からしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今回は滝田調理師専門学校さんで火を使わないお料理をいたしました。なぜかと言いますと、 SDGs でやはり地球の環境が温暖化になっております。できるだけ CO2 を減らそうということで、火を使わないお料理、普段からも火を使わないお料理がありますが、この夏休みも子どもと楽しくお菓子を使った火を使わないお料理などが最適だと思いますので、そういう試みを皆さんに広めようということで、今回の活動になっております。どうぞ皆さんご覧ください。実習中にもすごい積極的に声をかけてくれて、そのすごいコマとグッドがすごい助かってます。今回のこのお料理は先生の指導で？そうですね、基本は自分たちで考えてるんですけど、その最後のポイントだったりとか先生と相談しながら作ってます。美味しくできましたですか？そうですね、個人的にはすごい美味しくできたんじゃないかなと思ってます。